オーランド・ヘルナンデス・ペドロソは、キューバ共和国ビジャ・クララ州出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。相性は、公尺の意味である、エル・デューク。キューバの名選手であった父のものでもあった。イボテイのリバン・ヘルナンデスも MLB 選手。独特のハイキック動作で投球する。キューバ時代は、国内リーグセリエナシオナルデベースボールのレオネスで、インダストリアレスに所属していた。 1991から1992シーズンのインダストリアレスのリーグ制覇に貢献。1993から1994シーズンは11勝で最多勝ちのタイトルを獲得した。10年間の在籍で防御率3.05、126勝47敗の成績を記録した。革命後のキューバリーグでは最高となる通算勝率。 728を保持している。1992年8月のバルセロナオリンピック、野球キューバ代表として結果を残せなかったものの、1993年6月の第11回インターコンチネンタルカップや1994年8月の第32回ワールドカップでは活躍し、キューバの優勝に貢献した。1995年9月に、 弟のリバン・ヘルナンデスが MLB を目指してドミニカ共和国へ亡命したため国内リーグを出場停止となった。1996年にはアメリカ合衆国の代理人から金銭を受け取り亡命を加わ立てた容疑が濃厚になったとして身柄を拘束され尋問を受けた。10月29日にヘルマン・メサ、アルベルト・イルナンデスと共に国内リーグから 永久追放されたことが明らかになった。1997年のクリスマスの日に別れた妻と二人の娘をキューバに残し、他の選手ら七人と共にボートに乗って亡命を試みた。実際には6メートルのエンジン付きの漁船であったが、ドラマチックに取り上げてもらおうと思った代理人はいかだで荒波に出たと発表した。カリブ海で沿岸警備隊によって拘束されたが、 代理人とキューバ系アメリカ人財団の働きかけにより、ジャネットレノ司法長官は人道的検知などから在留特別許可を与えると発表した。その場合は MLB ドラフト対象選手となってしまうために、ヘルナンデスはコスタリカへの亡命を選択し、1998年3月23日に MLB のニューヨークヤンキースと4年総額660万ドルで契約を結んだ。 ヘルナンデスの投球シーン1998年のシーズンは開幕直前の契約となったため、調整のためにマイナーリーグで9試合に登板後の6月3日に昇格して MLB デビュー。期待にたがわぬ成績を上げ、チームのアメリカンリーグ東地区優勝に貢献した。新人王投票ではベングリーブに大差をつけられた4位であったが、25ポイントを獲得した。 ポストシーズンでは2試合に登板し2勝、ワールドシリーズ制覇に貢献した。1999年は、防御率こそ4点台ではあったが、チーム最多の17勝、ポストシーズンでは、リーグチャンピオンシップシリーズ3試合とワールドシリーズ1試合に、登板して、計算賞を上げ、リーグチャンピオンシップシリーズ MVP を受賞した。チームは、地区連覇、続いて、ワールドシリーズ連覇を果たした。 2000年もチームはワールドシリーズの3連覇をしたものの個人成績はシーズンとポストシーズンともに今一つであった。2001年は左足親指の故障に悩まされ手術をするなど結果を残せなかった。2002年も故障者リスト入りし24試合の当番に止まった。2003年1月15日にはアントニオ・スーナとマイナー1選手との交換で シカゴホワイトソックスへトレードされた。同日に今度はバートロコロンとマイナー1選手との交換でロッキー・ビドル、ジェフリー・ファープラス・キンセンともにモントリオール・エクスポズへ移籍、1日で2回トレードをされてしまう。しかしこのシーズンは右肩の関節教師化手術を受けたためシーズン前級となってしまった。そしてシーズン終了後の同年12月21日に フリーエージェントとなった。2004年は3月頃にマイアミ大学でワークアウトを行い、MLB の複数球団のスカウトたちの前で投球を披露。そこで古巣スのスカウトの目に留まり、同年3月12日に1年50万ドルの契約を結び、ヤンキース復帰を果たした。しかし前年の手術から右肩が回復しておらず、 契約直後の3月16日からの DL 入りを余儀なくされ、ほぼ前半戦を棒に振った。そして7月11日に MLB 復帰を果たした。最終的には故障の影響で15登板に終わった。ものの安定した成績を残し、チームのワンゲームプレイを不審出に大いに貢献した。この活躍が評価され、 シーズン終了後の MLB 選手会によるプレイヤーズチョイスアワードのカムバック選手に選ばれた。11月2日に FA となった。2004年3月頃にマイアミ大学で行ったワークアウトは実はヘルナンデスのために開かれたものではなかった。ヘルナンデスの代理人を務めていたジェフ・ムーランドが同じく顧客のドノバン・オズボーンとランディ・キースラーを売り込むためのものであった。 また、上記の2人以外にも、ヘルナンデスの友人と思われる選手も含まれていた。そこでヘルナンデスは、手術明けにもかかわらず、まともに、ウォームアップもせず、丸めたタオルをボール代わりにして投球モーションの確認をした。そして、マウンドに向かい、最高78マイルパーアワーの速球と大きく変化するカーブを交えながら35球を投じた。 投球練習の終了後にあるスカウトは、OK で、ウォーミングアップは終わったのか、と嫌味を言った。また、別のスカウト3人は後にこのワークアウトを振り返り、あれは芝居だった、時間の無駄、悪い冗談だったと言い放った。だが、ヘルナンデスと彼のフルスヤンキースが密約を交わしたことを前提とした上で、打球団のスカウトを油断させるために、 わざと手抜きのピッチングをしたのではないかと推測したスカウトもいた。あとにヤンキースのブライアンキャッシュマン GM がこの推測を否定している。ホワイトソックスのワールドシリーズ優勝パレード2005年1月3日にシカゴホワイトソックスと契約を結んだ。2回の DL 入りなどシーズン中は振るわなかったがポストシーズンではリリーフで2試合に登板して4回無失点と チームのワールドシリーズ制覇にわずかながら貢献し、自身4個目のワールドチャンピオンを経験した。オフの12月20日に、ハビアーバスケスとの交換で、ルイス・ビスカイのクリス・ヤングと共にアリゾナでアイアモンドバックスへ移籍した。2006年5月には、ホルヘフリオとの交換で、ニューヨーク・メッツへトレードされた。2007年は、シーズン前にメッツと2年1200万ドルで契約を、 更新し、度重なる肩や足の故障に悩まされながらも急床を上げた。2008年はオフに受けていた足の手術のリハビリに費やし、シーズン終了後に FA となった。2009年6月11日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2010年7月2日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2011年8月16日に 現役引退を表明した。投げる際に左足の膝を肩に届くほど高く上げる独特のフォームが特徴。平均89マイルパワーの速球とカーブ、スライダー、チェンジアップが持ち玉であるが晩年は怪我の影響で球速は落ちていった。どの球種でもストライクを取れる制球力を持ち、打ち木の打者には大きなカーブを使ったり腕の角度を変えたりして翻弄した。 稀に50マイルパーアワーの山なりの玉も投げる。守備力は高く、5番目のない足とも言われていた。ヤンキース契約時は、青年月日は1969年10月11日と発表されていたが、1999年に明らかになったキューバでの離婚資料に記載されている生年月、日は1965年10月11日となっている。 MLB 公式サイトでは1969年生まれのままであるが、ESPN などでは1965年生まれと表記している。10シーズン126勝47敗防御率3.05、予死休率2.70脱三振率7.20、基本類打率0.65ホイップ1.18246試合187、先発1514.1回455、 よしきゅう60よしきゅう1211だつ3しん110、ひな CNSMLB。ありがとうございます。